ハワイ攻略作戦とは架空戦期、根壁の艦隊において、西暦1941年12月7日から12月9日にかけて、ハワイとその周辺海域で行われた架空の軍事作戦である。なお、本校は基本的に原作の小説版に基づいて記述する。この軍事作戦の目的は、前世の真珠湾攻撃と同様に、 アメリカ海軍太平洋艦隊の殲滅に加えて以下の目的があった。ハワイ諸島の占領アメリカ戦艦軍及びハワイの貯油施設にある450万バレルの石油の六角一についてはハワイ占領によって米国の注意を引きつけることにより南方諸島に散在する欧米植民地の独立、長期戦に備えての日本の国力充実のための時間を稼ぎ、ハワイに 強力な戦力を展開することによって、米本土を伺う姿勢をとり、米国世論を最終的に、早期停戦イコール対日和国へ誘導する狙いがあった。2については、戦艦軍、赤洋路角イコール戦力増強、資源奪取の目的があった。ちなみに前世においても、ハワイ諸島の占領が検討されたが、開戦前より、懸遠の中であった。 帝国陸軍の反対により実施の機会を失っている。前世同様に、対米海戦の決定が行われた十二月一日深夜、東京において、大高やサブロを率いる、西風会高野五十六率いる、コンペキ会合同によるクーデターが発生し、翌二日に、大高内閣が発足した。六日に、大高は米国に対して、政権樹立及びハルノート受諾案として、 アジア全域からの欧米勢力の撤退、撤退後の東南アジア各地での民族自決政府樹立を要求する最後通帳を中米大使を通じて通告した。そして回答期限とされた日本時間12月7日午後12時になっても米国の回答はなく開戦を迎えることとなった。前世、後に騙し討ちとのそしりを受ける原因となった。 中米大使の宣戦線布告遅延が起きぬよう、クーデター成功直後の春のおと受諾案伝信とともに宣戦線布告書が中米大使宛に届けられたらしく、6日午後、中米日本大使館での記者会見の席上、宣戦線布告書を読み上げ、正々堂々と改選することに成功した。また改選と同時に帝国議会を説得し、日、独、伊三国同盟を破棄した。 海戦前の11月26日、全制同様に、エトロフ島短観湾を出撃していた、高杉英作海軍中将率いる航空機動艦隊は、ハワイ時間午前2時15分、オアフ島北の海域より、第1波攻撃隊180機、30分後に、第2波攻撃隊167機が空母6隻から出撃させた。攻撃隊は配備されたばかりの偵察機、 制限の転速候補を用いた誘導により順調に飛行し第1波はハワイ時間12月7日午前4時30分にはオアフ島に侵入、直ちにホイラー、ヒッカム等の飛行場を攻撃し中期していた航空機およそ230機を破壊した。一方、第2波は前述の目的のため貯油施設を除く新自湾一帯の軍事施設。 港湾施設を攻撃し破壊した。手術と違い夜明け前に攻撃を行った理由は、前述の通り最後通帳によって、実質的に戦線布告を行っているため夜が、明けてからでは迎撃されて、大損害が予想されるためであった。なお、手術で、真珠湾に停泊していた太平洋艦隊は、海戦日を前もって知らされていたため、攻撃の7時間前に、 日本の勢力圏にあるマリアナ諸島へ向けて出撃しており、この時点では損害を受けることはなかった。これは、前世同様、日本の外交機密伝がすべて、米国に筒抜けであることを逆利用した、コンペ機会立案12.8計画の否定に、米国がハマった証でもあった。ハワイ攻撃の報告を受けた、太平洋艦隊司令官金メルテ督トクは別任務の、 ため艦隊主力と離れていた空母エンタープライズを機関とするハルゼー艦隊及び歴ントン機関の艦隊と合流していなかったためハルゼー艦隊に無線電話で連絡を取ったがこの更新は索敵中の静電によって傍受されておりこれを利用した三角測量により日本側は二艦隊双方の位置も把握した静電からの通報を受けた高杉艦隊が ハワイ攻撃から帰投した第一波攻撃隊を急行させる一方、砲を傍受した日本海軍第12、潜水船隊所属六1 6 8船、百1 7 0船、百1 7 3船の3隻が急行、カウアイ海峡へ敵を求めて登場していた、ハルゼー艦隊に攻撃を加え、航空攻撃と合わせ最終的にこれを殲滅することに成功した。この戦闘により、 ハルゼーはエンタープライズと共に戦死している。一方、レキシントンは運悪くコくペキ艦隊と遭遇し、戦火を交えることなく、雷撃によって強沈した。なお、ハルゼー艦隊を攻撃した E168 戦には、コンペキ艦隊司令官、前原和幸少将が座上しており、攻撃式を行っていた。航空戦力を殲滅され、 ハルゼーが戦死したことを知ったキンメルは驚愕したが、日本側の航空機は連続出撃のため弾薬を使い切っており、潜水艦に対しても本体臨境人によって防御できると判断、艦隊決戦で高杉艦隊を殲滅することを決意し、ハワイへ引き返した。途中、戦艦軍から放った水上偵察機からの報告から、日本側が、 燃料基地の破壊を狙っていると判断し、さらに民間機からの情報により迎撃のため、カウアイ海峡西側へ急行した。そして13時40分過ぎ、日米艦隊による艦隊決戦が開始された。米戦艦8に対し日本側は、当初2隻の戦艦のみだったが20分後に別動隊として派遣されていた坂本龍馬中将を率いる、 戦艦六隻を機関とする日本主力艦隊が出現。ナオ空母からの艦載機による攻撃と合わせて、艦砲雷撃により、戦艦以外の巡洋艦、駆逐艦、小艦艇を十七時三十分には全滅させていた。キンメル提督は意地を見せて、突撃を命じた直後、戦艦、アリゾナ、オクラホマが、根壁艦隊の雷撃を受けて降鎮。これに驚愕したキンメル提督は、 降伏を決意し海戦は終わった。残存した戦艦、ベリーランド、テネシー、カリフォルニア、ウェストバージニア、ペンシルベニア、ネバダは日本海軍に露革され、後にベリーランド型航空爆撃戦艦として改造されることとなった。太平洋艦隊の降伏からほどなく、オアフ島へは輸送船団が到着し、海戦前に強化拡充されていた。 海軍陸戦隊7000人が上陸、目標としていた、貯誘施設を制圧した。さらに日本側戦艦軍による威嚇艦砲射撃が行われ、翌8日には残存するオアフ島守備隊に対し降伏勧告が発せられた。守備隊側は、市民との協議の末、12月9日に降伏、武装解除が行われた。なお、前述の太平洋艦隊の将兵をはじめ、 守備対象兵、さらに英米系市民の希望者はそれぞれ別の輸送船でサンフランシスコへ送還されている。太平洋の天元たるハワイ諸島を日本に占領され、空母を二隻喪失に加え戦艦二隻を喪失し六隻を露獲され、真珠湾に備蓄した膨大な重油も失ったことで、北部太平洋の足がかりを失った米国は海戦諸島にして、 戦術的にも戦略的にも苦境に立たされることとなった。前世は日本側の戦術不徹底により戦力集中も米太平洋艦隊殲滅も行われず、天津さえ大陸攻略にかまけてた陸軍の猛反対によりハワイ諸島占領も実施されなかったため北部太平洋に巨大な反抗拠点を残し日本領であった。 南西諸島海域を危うくする要因となったが、後世では大陸抜の陸軍有力爆量を開戦前のクーデターで第一戦から排除し、中国戦線の縮小により陸軍兵力に余裕が出ることを見越して南方戦線に振り向けるうちの一部をハワイ諸島攻略に投入できた。根壁海、西風海双方がネに練ったとはいえ、前世以上の爆地に近かった。 ハワイ諸島占領作戦の成功は、米国の削減地攻略より、絶大な効果を発揮、半年分の艦隊行動用の燃料だけでなくより、米国本土に近い良好な設備を持つ白地を手に入れたことにより、より良い敗北を前提とした、対米防衛戦争のための貴重な、時間を稼ぐという大戦略を成功させた。ありがとうございます。